はい、こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ボサノバの展開ですね、ボサノバの、リズムのこの、プリントで練習するといいよっていう動画を出したんですけど、実際に僕の演奏を見た時に僕みたいな感じにならない、なんでこんなにこうバリエーション豊かにいろいろボサノバできるんだっていう話なので、ボサノバのリズムって実際に教本なんか見てもこの5番と6番しか書いてないことがめちゃくちゃ多いんですね。じゃあこの2つだけでやったらすごくワンパターンになるじゃないですか。けどまずはこの5番と6番のリズムパターンね。でこれをできるようになったら次にやることは何かと、この左手のボキャブラリーをどんどん増やすためにシンコペーションブックなんかもやってもいいんですけど、それより先にやることがあるんです。それは何かというとですね、ボサノバのこれはここはシェーカーなんですよ。シャッカ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 ってやってる部分ね。でここはアゴゴっていうのを、カンカンカン、タンボリンとかアゴゴっていうのがこう、やってる声部なんですね。でここはスルドがやってる声部なんですよ。なので3声の声部があるんですね。でそれぞれの楽器があるんですけど、そしたら、これはもともとバトゥカーダとかでそういうのやってると、まあシェイカーだけになったり、スルドだけになったりすることが多いんですよ。なので最初静かな時はシェイカー、だからハイハットだけ。で、ハイハットはこの表だけでもいいけど、このスルドもそうです。裏拍からこう押す感じ。まあ両手だ。早かったら。ね、で例えば、このさっきのこっちのリズムパターン、このリズムパターンのこのリムショットのとこ、ハイハットでアクセントつけてるだけにするんですよ。こっからもう戻るだけですごい盛り上がった感じがするじゃないですか。なので間引きするんです。こっちが完成体なんだけど、こっちに完成体にするまでにこの左手を抜いたり、足も抜いたりしておくって感じ。ってことはスルドだけ叩いてて、こういうのもありですね。まああんまり使うわけじゃないけど、でも今の使おうと思ったら使えるじゃないですか。例えば、今のはリムショットも入れといて足を足すっていうこともやるんですね。はい。でバスドラ半分、これよくやるんですけど、ワンツースリーフォー、チキチキドン、チキチキドン。これ今ドドンドンって入れちゃいましたけど、この裏拍押す音を入れて、チキチドドン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 ね、こういう感じで、バスドラなしはさっきやったじゃないですか。だからこういう形で、こっちが完成体にするのに対していろんなものを間引いて練習する。で特にこのバスドラ半分っていうのはすごくよくやるので、この半分で例えばこのパターン、ものすごく大きくフィールが違いますよね。ということでこういう形で練習します。なので、このリズムパターンを見ると、このハイハットも書いてあるから、こればっかりでずっとやってたらそれはずっと同じですよ。なのでこれを叩く場所をハイハットにする。まあ、こんな感じで、いろいろ間引いたり足したりする感じ。だからこの
これは完成体なんだけど、ずっとこれでやる必要なくて、シェーカーのセーブだけでもいいし、リムショットと2つでやってもいい、タンボリンと一緒の部分もやっても構わないしみたいな感じですね。ハイハットで演奏で、ブラシで演奏っていうのは右手だけブラシで叩く、めちゃくちゃ雰囲気変わった、同じことやってるのね。だからハイハットで演奏、ブラシで演奏、例えばライドで演奏、ハイハットなしとありね。ハイハット入っただけで急にリズムの雰囲気が変わるじゃないですか。なのでハイハットがないっていうのもこう作っておくと、じゃあサビに行った時にハイハットがポンって作られるとめちゃくちゃ変わるわけですよ。なのでリズムパターンを、このリズムパターンを切望して、ここから7番8番9番10番っていうたくさんリズムパターンを持っておこうって思うのではなくて、この5番のリズムをどういうふうに変形させようかって考えることがめちゃくちゃ大事なんですね。こうすると5番のリズムパターンをこうやって分解して、シェーカーだけにしたりとか、シェーカープラス左手にしたりとか、こういう手だけにしてみたりとか、足を半分で入れてみたりとか、こういう展開をして練習しておくと、一つのリズムなのにものすごいたくさんのボキャブラリーになった感じがするじゃないですか。それこれを A メロに当てはめたりとか、サビに当てはめたりとか、 A メロの前半こっち、後半はこうとか、ピアノソロはここで、ピアノソロ後半になってきたらこのリズムパターンにしていこうみたいな、っていうような頭の組み立てをするんですよ。でないとずっと最初から最後まで同じ雰囲気になっちゃうじゃないですか。なのでブラシにしたり、ハイハットにしたり、ブラシでハイハット叩いたり、ブラシでライト叩いたり、もう考えられることは無限にあるわけじゃないですか。っていうような形で練習していってもらうと、リズムがどん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 発展されるということなんですね。この6つのリズムパターンは僕は抽出したんですけど、この6つのリズムパターンで発展させれればもうこれで十分です。もちろん僕たちもっと左手でいろいろできるように練習はしてるんですけど、その練習方法をやる前にまずこの6つのパターンで、こう展開する、これ左手ない状態を作る、これ簡単でしょ、ない状態作るだけだったらね。で、手だけの状態から足だけ入れてみるとか、こういうのもすごくかっこいいと思うんですね。だからこういう形で、発展させる練習をするとボサノバってものすごく展開できるし、めちゃくちゃ面白い音楽だと思います。頑張ってやってみてください。